前回、ねねちゃんの床材交換の時初めてこのキッチンペーパー50枚ごっそり置きしてみたんですけど、やっぱりキッチンペーパーだと尿の、おしっこの匂いがすごい強くなるんですね。2日間でもう相当くさくさなったんで、やっぱりごっそり置きはダメでした。それで やっぱり消臭効果一番高いのがこのおがくず木を粉砕したものがやっぱり一番効果が高くってその上にキッチンペーパーちょびっとでこっちの寝室の方にはあの木材ではなくてキッチンペーパー細かく切ったのを引き詰めましたこっちは60枚程度 でで十分でした今ねねちゃんはこの左側のキッチンペーパーの下に隠れています。